前半振り返っていきたいと思います。アンダー23、イスラエル代表対日本代表の試合ですと。フォーメーションが、イスラエルが4、2、3、1で、日本も4、2、3、1かな。で、まあ、4、3、3っぽくなったりしますね。日本のビルドアップの時に、基本的に、まず相手が縦関係になるんですよね、前線が。トップが1枚ワンサイドカット気味に追いかけて、で、トップ下がボランチのところついていって。で、ここ、中盤を3対3のような状況にしますね。 なおかつ、サイドハーフがちょっと絞り気味になっていて、まあ、中盤のこのスペースを開けないようにしていて、で、日本に迂回させるような形をとっていますね。あんま前線では取りに行かないで、とにかくワンサイドカットで、まずは追い込むエリアっていうのを決めて、でその追い込むエリアが決まったら、後ろがね、それに対して連動していくんですよね。もうシンプルなんですけど、もうサイド限定していって、で、中盤のところスペースをね、 消しつつもスライドで対応していって、ボールサイドにちょっと人数かけていくことで、スペースを消すっていう、最初、相手がマンマーク気味についてきていたんで、結構スペース空いてたんですよね、特にここ、荒木のところですね、荒木のところが結構ここ、ついてくるんで、荒木がめちゃくちゃ下がっていったりとか、逆にめちゃくちゃ上がっていったりとかして、いろんなところ空けてはいるんですけれども、日本、そこあんまり取れてないんですよね。 荒木が上がっていったところ木村が上がるのかなと思いきやそんなに上がらず結局どこにもパス出せないっていう状況できたりとか荒木が下がっていった時にここのスペース空いていたんですけれども佐藤がつくとか藤尾がつくとかそういうこともできなくて結局そこつながんなかったりだったりとか最初結構これでねチャンス作りかけてはいたんですけど。 なんか荒木が開けたスペースに川崎が入ろうとしたところ荒木がね自ら戻っていってここ川崎とちょっかぶりかけたシーンとかもありましたし山本か誰かが下がっていってスペース開けた時に荒木と佐藤が同じとこ狙ってしまってかぶってしまったりだったりとか結構ね誰かがスペース開けるっていうところまではできてるんですけどそこのスペースの使い方っていうのがうまくいってないかなちょっとかぶってますよね正直。 でだん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 相手それに気がつき始めたのか、マンマークで行かなくなってきたんですよね。ちょっと,、えー、と位置変えましたね。最初この辺の位置、結構高めの位置で追いかけていたんですけど、ちょっと下げたんですよね、位置を。このハーフウェイラインあたり、このもうちょい後ろぐらいで回させるっていう風に持ってって、でここ絞り始めましたね。中盤の5枚が 距離感短くすることで横と縦の距離感短くしてコンパクトにしてきましたねさっきまでここのスペースが空いていたんですけどここのスペースも空きづらくなったんですよね荒木とかが結構ねいろいろ動いてはいるんですけど高い位置に入っていったとしたらディフェンスラインに任せればいいんでこの中盤がスペース埋めてるだけで OK だし川崎とか山本がいろいろ動いてはいるんですけれども高い位置入ったとしてもやっぱここスペース埋まってるから前にいればいいし 後ろに入っていったとしても、アフターで全然寄せられる距離なんで、そんなぴったりくっつく必要ないんですよね。で、ちょっとついていったとしても、サイドハーフがちょっと絞れば、スペースは埋まるんで。だから、ここに川崎に対してボール出ても、すぐ寄せられるし、次のスペースもないし。っていうので、また後ろから組み立て直して、ここが入れ替わって、スペースがまた埋まる。ちょっとポジション下げることで、ゾーン気味にして、縦の間延びっていうのを減らしたんですよね、相手。 これが結構効いいてたと思いますねこれやられてから日本なかなか攻めれなくて結局どうするかっていうと山本の,あのスルーパスですよねたまに藤尾がねめちゃくちゃいいタイミングで抜けていったりだったりとかしてそこにうまく出ればちょっと裏抜けてチャンスになるかなっていう部分があるかな前半の前半は結構ビルドアップね簡単にまではいかないですけど割とうまくいってたんですけど後半は相手がちょっとこの中盤がね下がってきたことによって なななかかかか展開しづらかったかなフィニッシュまでは、えっと、サイドの突破やっぱ日本は、えっと、結構やるんで山田とか佐藤とかがこの高い位置まで運んでいって、まあ、クロスっていうシーンが多いよねで荒木と藤尾が、えっと、中入っていくんですけど相手のねディフェンスラインがかなり低いんですよねでブロック作りまくるとにかくディフェンスラインが低くなるボランチもめちゃくちゃ低くなるってなった時のこのスペースが意外と空いてるんですよね でここに対して入ってくるのかな、誰かがって思いきや、川崎がまあ一番入ってきてはいるんですけれども、あの結構こっからのクロスでね、なんか中途半端なクロスになって、ミドルレンジの位置に入ってはいるんだけど、誰もいなくて、みたいな。で、相手が拾ってしまって、そのまま前向いた状態でカウンターっていうパターンが多くなっているんですよね。後ろのスペースに出していって、まあ、ミドルシュートだったりとか、2、3本川崎が確か打ったやつがありましたけど、それ以外あんまりないんで。 だからちょっと変化加えて山田がねあのー、入っていってもいいんじゃないのかなって思うんですよね大外から外に張っておいて後ろ斜めにランニングしてきてでここで受けてシュートみたいな形こういうのでも全然いいと思うんですよねで川崎が裏抜けていくっていうこういうクロスの動きとかもありだとは思うんですけどあんまりそういうことやんないよね相手攻撃も結構洗礼されてるんですよねビルドアップの時に日本が 荒木と藤尾がこう横関係になったりするんですけど、相手賢いのが、センターバックがここ開くんですよね。距離開けることによって、荒木と藤尾がだんだん横にずれていって、センターバックに対して寄せる、でもう一枚がここのボランチを抑える、中盤がね、3々の状態作るっていう守備の仕方をするケースが多いんですけど、日本ちょっとベースがね、4、4、2のフラットみたいな感じになるんで、横広げられて、荒木とか藤尾が逆サイドの対応できていなくて。 で、結果どうなるかっていうと、真ん中が3対2の状態になるんですよね。で、中盤につながっていったら、そこから展開されるっていうパターンが多いんですよね。中盤で数的優位な状態で作られてるっていうのが今現状かなと。サイドでの崩しも結構いいんですよね。バランスがいいというか、サイドバックが上がっていったら、この10番がね、中に入りながら、ボランチがスッとここに入ってきて、この三角形の形常に作ったりとか、センターバックのここ、釣り出ていったところに、もう一枚ね、えっと、フォワードが降りてきて、で、ここで、 反転して受けて両サイドがしっかり開いているからここのスペースより空いてみたいな両サイドがもともと開いてる状態でこのフォワード2枚がえっと今みたいな形で裏流れていくフォワードと下がってくるフォワードといってここのスペース空けたりするんですよねでそこから反転していってセンターバックが当たりに来るからこのサイドバックとセンターバックの間ですよねここ狙っていってスルーパスで行かれたってやつ1本ありましたけど狙い方いいですよね後半まずお互い変えてきましたね でまずイスラエルの方が右サイド上げるようにしましたと。で、ボランチ変えて14番入れてきましたね。この14番がおそらく守備的なボランチで結構ね、あの下がってくるんですよね。で、右サイドバック上がる、11番が絞ってくる。この形ですね。この形で、えー、っとサイドちょっと数的優位な状態で、11番もめちゃくちゃ絞るかって言われるとそうでもなくて、ちょっとサイドに残るんですよね。で、相手の配置がすごいいいのが、最初 からこういう風にサイドバックを仕上げてで絞ってくるっていう風にやるとあの後ろに結構スペースができてしまってカウンターやられがちなんですけど相手のね配置がすごい良かったんですよね最初の初期配置がこういう状態で若干23歩ちょっとずれるような格好を取ってるんですよねで展開していったら初めてここがえっと動いていくっていうスタイルを取っているのでだから まず前向きやすすいんですよねあの最初からこの位置にいると,、えー、っと前向けるのがこの辺になってきてで状況によってはこの辺りに出さなきゃいけないとか足元に入ってしまうっていうケースがあってたりするんですけど最初に、えー、っと動く位置が後ろの位置から始まるからアフターでいけるんですよねだから、えー、っとボールこの辺出していったとしても前向いた状態でしかも勢い乗った状態で、えー、ボールタッチができるので攻撃が早くなるんですよね この初期配置ものすごい良かったですね。この初期配置のおかげで佐藤が反応できないんですよね。パッと見佐藤と内野がマークついているかのように見えるんですけど、2、3歩微妙にずらされている状態でスタートして、で、展開されていった時にゴなんで、もうついていけないんですよね。で、おまけに、えー、っと勢いついているから、そのままの勢いで攻撃に参加できる。 サイド、再度数的優位な状態ができるから、裏抜けでシンプルに裏抜ける。で、クロスですよね。このシステム変更によって、右サイドで数的優位な状態作られやすくなっていて、でかなり行かれてましたね。で、9番も変わってきたんですけど、おそらくこの選手は、えー、っと多分裏抜け要因ですね、結構サイドに広がって裏抜けていくケースが多くて、ここで3枚化したりするんですよね、サイド。で 逆サイドでも一緒ですね。逆サイドにも流れていくことで、サイドで数的優位な状態を作り出しましたね。で、おまけに裏結構抜けれるんで、こっから抜けていって、シュートチャンス作るっていうところをやってましたかね。日本は、えー、っと、上中入れてきて、荒木を下げましたね、一個で。荒木が後ろになると、結構キック精度も高くて、展開自体はできてはいたかなというふうに感じるんですけど、縦パスはそんなに入らなかったかなって印象でしたね。 ディフェンスラインに近いようなところまで下がってきて受けるから結構距離が長い。で、距離が長い分、縦にちょっと預けづらい。っていうので、サイドのチラシ役としては良かったんですけれども、決定的な縦パスっていうのは少なかったかなと。まあ、これはこれでいいですよね。あの、荒木がボランチに入るパターン、試せたっていうのは。 最終的なメンバーはこのメンバーになって藤田が入ったことでまず守備の安定度が変わりましたねあんまり藤田釣り出されすぎないでしっかり一人でもねスペース埋めるんでバランスが良かったと思いますね左サイドに人数かけてきたりしてきて相手はボランチが寄りすぎたりしてしまってここのスペースが空いて で、釣り出されたところを、この辺りでワンツーとかでね、繋がれて、ボランチが寄りすぎたスペースを使われて、シュートまで行かれるっていうシーンが多かったんですけれども、藤田が入ってきたら、それ減りましたよね。釣り出されすぎない位置にいるから、相手もちょっとパス通しづらくって、まあ、ここに入ったら挟めるし。 で相手が突破してきたら寄せられるしっていうちょうどいい位置にいてくれるんでまず守備面に関してはこのバランスの取り方ですかねこの辺りが非常に良かったですね攻撃はもうバンバン立てパサえるよねあの相手もかなりねオープンな展開になってきてもう上がるしかないとで中盤も1枚ねかなり高い位置に入ってきててもう実質まあワンボラみたいななんならこのワンボラもちょっと上がってきてたりもしてたんで中盤のスペースかなり空いてたんですよね でそこに対して藤田、下がりすぎないでしっかりここの位置に入ってましたよね。この間延びした、この一番おいしいエリアというか、プレーしやすいエリア、相手の守備の配置によって、どこからゲームメイクしていくのかっていう判断もいいですよね。 相手がかなり下がっているときは、一旦自分が下がってきて、釣り出したりっていうのもできるし、途中交代で入ってきて、オープンな展開になったときは、もう完全にここの間延びしたスペースに入っていくっていうこともやってましたね。得点シーンに関しては、もう藤田の良さが全部詰まってましたね、本当相手もかなりね、間延びしてきて、オープンな展開になってきて、ここのスペースが空いてましたと。 でそこのスペースに対して藤田が入ってそこで受けたんですけれども、えっと、藤田の良かった点がまずドリブルしながら右の状況を確認して。 で、後ろに相手がどれぐらいいるかとか、もしくは佐藤がどのあたりにいたのかっていうのをチェックしましたよね。で、そのチェックが終わった瞬間に左に向き直しましたね。でこれでもう完全に左に展開するぞっていうふうに見せかけていたので、相手がちょっと左に寄ってきたんですよね。もしずっと右側向いて、ずっと佐藤の方を狙うぞ、狙うぞみたいな感じで行ってたら、多分このセンターバックが気づいて、こっちにスライドしてたと思うんですけど、あそこを左向くことによって、 この後ろの、ね、センターバックが寄ったよね。だからこそ空いたスペース、ここ。パス出したいタイミングでいきなり右向いて、すぐに右のこの間通すことによって通ったよね。で、佐藤もあのポジショニングよくって、で、ダイレクトでえっと出していったとこ、最後細谷が仕留めましたっていう風な形だったんですけど、あのシンプルなゲームメイクなんですけど、いろいろ詰まってました。あれをシンプルにできるからこそすごいよね。もう前半はほぼああいう形なくって、 山本も川崎も、ああいう縦パスっていうんですかね、仕掛けの縦パスっていうのが少なくて、藤田が入った瞬間に縦パスがポンポン入るんで、で、藤田の縦パスが入る理由としては、ああいうところがでかいですよね。自分が通したいコースを自分で開ける。左向くことによって、ここのスペースをあの開けるという。ディフェンスラインを見えた上で、縦パスきちんと出せているんで、ベクトル単位で見えてるんじゃないのかなと。森田とかも結構得意なんですけど、 手がどれぐらい体の向きがどっち向いてるかとか、どっちの方向に今動いているかっていうのが見えているので、その逆取るのうまいよね。全勝で勝てて、なんか順調そうに見えるんですけど、やっぱり藤田がいないと攻撃きついよねっていうところと、高井が抜けるとディフェンスラインも結構崩れてくよねっていうのと、あとキーパーが国防じゃないと多分点入ってるよねっていうのと、結局、国防高井、藤田。 が花芽になりすぎてるのかなっていうのがちょっと気になります、ね